サトシは、日本の妖怪の一つ。鳥山石燕による、江戸時代の妖怪画集、根弱が届く百鬼に記述があるほか、日本全国で人の心を見透かす妖怪として民話が伝えられている。鳥山石燕《根弱がぞく百鬼より、サトシ、根弱が届く百鬼には、以下のように、ひだやみのの山奥に、人間の心を見透かす妖怪、サトシが住むと述べられている。 ひだみののみやまに、有りやまびと呼んでさとしと名付く色黒く毛長くしてよく、人のことをなしよく人の意を察すあへて、人の害をなさず人これを殺さんとすれば、先その意を悟りて、逃げさっとうんさしえにある、妖怪画は江戸時代の類書、和漢三歳イにあるモデルにしたものとみられている。和本来は、中国の伝承上の動物であり、人の心を読むという伝承はないが、 和漢三サイズでは、人の心を読むと言われる日だ。美濃の妖怪、クロンボーをあげ、思うに、これは、覗くだろうかと述べている。金弱が届く百記にも、サトシが人の心を読むという記述があるが、これは、クロンボーの記述を引いたものと見られている。を、書くとも読むことから、より簡単な漢字である、サトシが大事として用いられ、この、サトシが、 訓示で、悟りとご読されたことから、とは、別種の、悟しという妖怪の伝承が生まれた、との解釈もある。また、根尺が届く百鬼や、百海図鑑などの妖怪合衆に見られる妖怪、山彦は、が、モデルとの説があるが、民族学者、柳田邦夫は、自著書、妖怪談義において、悟しが人の心を読むという昔話と、 山彦が人の声を真似るという伝承を、同梱のものとしている。流災肝人正澄が、強科百物語より、佐市山梨県西厚代郡の富士山麓の、思いの魔物や総集の、山木をはじめ、東北地方、中部地方、中国地方、九州地方など、日本各地に、猿のような姿の怪物、または山男、天狗、狸などが、 人間の心を読む妖怪の民話が伝承されており、これら一連が悟りのわっぱとして分類されている。多くの民話では、山中で人間の近くに現れ、相手の心を読み、お前は怖いと思ったな、などと次々に考えを言い当て、隙を見て取って、食おうとするが、木片や焚きりなどが偶然跳ねて、悟シにぶつかると思わぬことが起きたことに驚き、 逃げ去っていったとされている。同様の伝承は南北朝時代のケイ祭時期でも紹介されていて、こちらには関代の新異行西原行に記載がある西方の山奥に住む人間の姿をした一本足の怪物さんが登場する。この山は人の心は読まないものの遭遇すると高熱を発して死に至る妖怪であり、 春節の時期には人里に降りてくるとして、非常に恐れられていたが、蕎麦人が暖を取ろうと燃やしていた伐採した竹が、はぜるのに驚いて逃げ帰っていき、春節に爆竹を鳴らす由来となっている。古典でこうした話を綴った文献としては、妖怪をテーマとした江戸時代の教科本、教科百物語に、べきぞと気取りて、そまが火を焚けば悟りは早く、 当たりにぞよる、人の知恵悟りがたしとそれけりポンと羽火の竹の、不思議をなどの強化がある。前述のように民話の類型としての名は、悟りのわっぱだが、わっぱは、童時を指すことから、本来は、人の心を読み取る童時の話の意味で、悟りのわっぱとして伝承されていたとの指摘がある。また、童時を、山の神の化身とみなし、里しは、 山の神の化身である道子が霊落して妖怪化した姿との解釈もある。ありがとうございます。